どうも皆さんこんにちは、こだわり女子のための異次元空間マガジンヌーマンをご覧の皆さん、改めましてこんにちは、五十嵐正志です。五十嵐正志はですね、雅一文字で正志ですからね、ぜひ五十嵐正志覚えていってくださいね。普段はですね、俳優、声優、リポーターなど、最近はですね、落語も始めました。こんなテンションですけどもね、皆さんどうぞ可愛がってやってください。どうぞよろしくお願いします。ごめん、本当にごめん。いや、本当に電車が遅れてて、一食、今日ね、5時に起きたんだよ、5時に。5時に起きたんだけど、目覚ましが止まっちゃってさ、なんかこう、二度寝したら気持ちいいかなって言って、気持ち、すいません、本当ごめんなさい。いや、でも、いや、わかったわかった。今日は、君のために、何でもするからさ、ね。何がいい？沼落ちしていただけましたでしょうか、ね、こんな五十嵐正志ですけどね、皆さん本当最後までご視聴くださいましてありがとうございます。途中で止めようかと思ったあなた、いいんです、いいんです。それでこれから五十嵐正志はガクガクって上がっていますからね、これからの五十嵐正志をぜひ期待してください。そんな五十嵐正志はですね、3月の14日から21日ですね、新宿の劇場で閉店拒否という、コメディの舞台を、出させていただきますので、ぜひそちらも、チェックしてみてください。以上、五十嵐正志でした。ありがとうございます。またねー。